皆さんこんばんは。最近だけどね、こっちのアクシン系バイブは。なんか難易度はこっちの方がなんか優しい感じする。ねえ、あっちは反撃が半端ねえわ。なんか、あんなに難しかったかなと思ってね、昔、大昔にやってたけど、最近ね、なんかね、やってるけど。というか、まあ、その時サタン版か。サタン版やってたけど。ブランドギターって、でもブラズリーとでも結構舞台数がやばいね。全然ヘイチ。ジオン探偵のね、最大の勢力を持ってたっていうけど、こんなにすごかったのか。いやー、これはほんと、メディア移送機やるな。アクアチームで地上戦かよ。ああ、でもこれ、水エリアもあるから、まあ、全く役に立たんってことはないけど。このブランドギターでも第一部から使っているようにしておいてほしかったな。絶対年齢化したら絶対ね、あれ第一部から使えてるはずなんだけどね。確実な勝利だ。あまり確実すぎて面白みに欠けるがな。うわ、結構おるな。ザメルか。ザメル結構厄介なんだな、あれ。あいつ持ってるか。まあ、一気編成ではあるけどね。クソやってくれたなぁ。
やっぱペガサスかアルビアンあたりちょっと連れてこんとやばいな。いやードムが結構ダメージ受けてる。ランブルタープっつうとやっぱアシマだからアシマのスタイな。あでも量産機仕様になったのかな、3機編成確か。おすごいな、結構残るな。量産型ガンダムかね、結構ほんと優秀だからね。すごい使えるわ。射程長いし。うわぁ、ザメル硬えなぁ。硬い。うわぁ、ちょっとまずいな。どんどんたかってきだした。いや、やばいな、これ。ザメル強いわ、やば、これは撤退せざるを得んかな、これ。こいつはひょっとしてザメルか、なんかすげえ消去しちゃうとしてくる。ユーカジノ乗ってたのか。こいつら。もう10分前に粘ってみるか。
ちょっと厳しいな、これはちょっと退却させようと言ってた。こっちパイロット乗りがおらんかダメだな。いやでもオデッサはちょっと抑えたいな。早めに人間同士は殺し合うなんて馬鹿げている。投降してくれ。もっと頼むぜ。なかなか叩かない。ザメルが厄介だな。わ、こっちに来だしたな。くっ、ジャメルだな、これ。厄介だな、ジャメルは。すげえ長距離感があるんだね、これ、ジャメル。こっちに欲しいけどな。長距離射程のやつばっかりやん、向こう。いやー、考えたな。その球でも結構ダメージ受けたな。これは。上がってこようとしてるやつやもんし。本当か。いや、補給考えるね、やっぱこれ。これ厳しいな。
うん、ザメルは多分3牽制ぐらいで攻撃しないとダメだろう。そう、こっからザクが近づいてきてるからちょっと気をつけんじゃないか。やっぱメディアとかでもないときついね。やっぱメディスーツが補給できねえわ。直ちに攻撃をかける。まさかすぐに来るとは思うまい。タメージでブランブルタイプ。ゲルグもエネルギーやねえわ。シュー。いやでももう燃料切れになるな間違いなく、うん、あでもこっちももうブランブルタクはエネルギーじゃないわ。結構届かないとこから攻撃してきやがって、遠すぎるぞ。一旦ちょっと戦力を母艦がいる。母艦が本当なんかじわじわこっちに来るんだよなこいつら。これで終わりか。もう上映のくらいか。またとりあえずあんま物オールスーツが使われたくねえから停滞させたらんと。来やがったか。あ、やられた。ああ、量産が簡単に死んだわ。戦闘。まあやっぱ所詮量産型だからな。耐久力はやっぱノーマルなんて比べると弱いわ。あ、じゃあ今日はここまで。